つつ、さらにこのおしゃれなスタジオでの収録ということで。そうですね。いや、いいですね、本当にね。いや、こちらの秋葉ヨガバンドなんですけど、先月ちょっと一応オーディションをさせていただきまして、それで、新メンバーを絞るということで、まず書類審査でまず302人かな、そうですね、応募がありまして、それで、スタジオの方で、8組ですか、8組じゃない、9組ぐらいかな、全然、ね、オーディションさせていただきまして、うん、で、残ったメンバーになります。はい。残ったメンバー。ざっくりしいやつね。はい。なんとなくですよ、僕ね、思うんですけど、もう見てて、残っていい人はいるなってなんとなく思うんですよ。まあまあそうです、この人やっぱ残るべき人だなって思ったんですけど、わかるわかるみたいなね。ちょっとね、画面の左端のあの女性見てもらっていいですか。いやいやいや、ごめんなさい、スタジオ間違えてますよ。いや、間違えてないですよ、ここですから私。ねえ、本当に、いや、最近何、あの金太郎に似てるって言われたから三丁目歩いてたら、金太郎ちゃんって言われて、あの、一応なんですけど、まあ、一応アーティストの方で聞くらいですけど、一応左方ね、左の方、あの、お笑い芸人さんなんですよ。あー、おい。で、お笑い芸人さんがお笑い芸人に似てると言われる。そう。この地獄のようなサイクルがね、今、彼女の中で今あるらしいんですけどね、まあ、よろしくお願いします。はい、ということで、こちらの方が新メンバーということで、合格したということで、はい、もう一度、再度ね、自己紹介の方よろしくお願いします。それでは最初のこちら、ノエさんからよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。ノエです。ガールズロッカーとしてやってます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいですね。じゃあ次ましてさ、そちらの、はい、そちらの、はい、いやいやいや、なんか初めまして、原田里奈と申します。自分で言ったらいいな。シンガー活動をやらせてもらってます、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそちらの、どういたな格好されてるかな、あとよろしいですか。はい、はい、皆さんこんばんは、上本大志と言います。今、作曲家、編曲家、ピアニストと3つの肩書で活動させてもらってます。よろしくお願いします。はい、いやまあ、彼が受かった理由はここに一つなんですけどね、音大卒っていうね。そこですね、ほんとここも工学的番組にしていきたいなっていう、はい、やっぱり音大生がやっぱ違いますからね、その辺は。いや、いいですね。という以上のメンバーで、ちうちちうち忘れちゃダメですよ、ちょっと。うちうちを忘れちゃいけない。うちうちで、ね、うちうちで処理したからもう OK でございます。いや、 OK じゃないですよ。さしてください、自己紹介。じゃあ分かった、自己紹介、自己紹介。はい、どうも、最近中学生にカツアゲされました、姫田めぐみです。よろしくお願いします。いや、これ結構彼女が考えてたネタですよ。前から考えてた自己紹介だと思いますよ。はい、いや確かにね、そういう事実もあるらしいんでね、本当に。いや、もう結構コメントの方も来てましてね。そうですね。まあ、静かに始まったなとか、はい、結構盛り上げていった感じだったよね。今日はパントマイムの回ですかみたいな。いやいや、そんなね、結構僕ら盛り上がってますから。そうそう。その辺はしっかり見てくださいよ。で、という以上のメンバーが新メンバーレギュラーに加わりまして、番組の方進行させていただきますので、はい、アニバスターね、ヨガバンドよろしくお願いします。そうそう、はい、ということでなんですけど、本日の企画、早速いってもよろしいですか。はい。こちらの企画なんですけどね、例えば、まあ、最初始まった時にね、まあ、皆さん見られたと思いますけど、番組の、オープニングテーマがあるんですよね。はい、一応、プロモーションビデオとともに流れるというテーマ。あれが、一応、前回の、ね、番組を飛んでしまった人の声が入ってるという理由で。飛んでしまった。そう。でも、もしかしたら入ってなかったかもしれない。聞こえるっていう。はい。あ、本当ですか。あ、聞こえましたか、本当に。ね、聞こえる。聞こえる。ごめんなさい、僕らこの段階からスタートしなきゃいけないんですよ。多分そうだね。多分こっからさ、自己紹介は大丈夫。自己紹介ね。聞こえた。これ、後々、再放送見てもらったら。ああ、なるほどね。ね、生放送、カットしてあるやつが聞けますから、本当に。はい、ということで、新しいオープニングテーマを作ろうということで、はい、はい、なんとですね、なんと音大生である、元音大生である、上本大志さんが、その楽曲作ってくれたんですよね。はい。はい、どうでした？なんか作った感じというか、一応この番組のメインテーマになるということで。うん、そう。はい。ね、そうですね、なんか、本当にこう僕入ったばっかりなので、なんかどういう感じの曲を作ればいいのかなといろいろプレッシャーはあったんですが、はい、頑張りました。ないえ、あの人オカマ？違いますよね。違います。ね、いやいやいや、ね、もう全然全然。何、じゃあこのテーマというかね、なんとなくそのアップテンポな曲なのかな、それって。そうですね、ちょっとこれからはピアノソロで弾くんで、ちょっとしっとりした感じにはなったんですけど、最終的にはちょっとアップテンポの爽やかな曲にしたいなと思って、いろんなこの、ね、音を足したりとかして、はい、作っていくんですね。
で、はい、こちらの楽曲の方はもうすでに完成してるんですよ。そうです、簡単に言えば、はい、それでいて歌詞がまだ一個もできていないということです。そうですね、うん、はい、そちらの歌詞の方をなんと本日この番組で、コメントで書いてもらってるもの。そうですね、それを拾って、うん、じゃあこれどういう感じでやるかちょっと太田さんから説明をお願いしていいですか。そうですね、とりあえず、まあうん、まあまたもう一度自己紹介かなって、うん、まあ、今後のいろいろ自分のやりたいことだっていうのを、それを話して、それについてコメントしてもらったものをこっちに持っていって、それを歌詞にしていこうかな。ってことはあれですね、そのコメントの内容が全て歌詞に反映されるんですね。そうですね、だから採用されたらもう今んところなんですけども、はい、まあ、拾えるもんとしたら、音出たのか。そうだから、あ、でも番組のまあ、その見た感想でもいいんじゃないかな。番組見て、あ、音出てる。そう、あ、これもう歌詞反映ですよ、これ反映ですよ、もう。あ、こういうのいいですね、でもこの、こんばんはとか。あ、これいいの、今のところすごいいいもん、コメント。こんばんは、これ以上のコメントないんじゃない。こんばんは始まりの歌あってもいいと思うのよ、俺は。挨拶からね。そうそうそう、だからこういう感じでね、こうやってなんか一つ一つの言葉をピックアップしていって、で最終的にはここから全部つなげて一つの歌にしてしまおうというふうにね、まあ、これは今日の放送で全て決まってしまうんで、はい、皆さん自分のアピールの仕方間違いないように。そうですね、はい、で変なアピールの仕方をしたら、それが今後もずっとオープニングで流れてしまうんでね、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあこれ一応ね、じゃあ視聴者の方で、ね、どん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 とコメントを書き込んでいただいて、はい、もう随時取っていくんで、はい、そうですね。でもそれがいきなり書けてよ、でも何書いたらいいか絶対分かんないと思うから、からね、からここはちょっといろいろもう一回ね、いろんなトークをして、そうですね、だからなんとなくこの人こういう人なんだ、うん、って言ったらそれに対してコメントを、そうですね、でなんか例えば「噛んだ」とかって、はい、そしたら「噛んだ」って言うから、じゃあ「噛んだ」って言う、そしたら「野江さん噛んだ」もう歌詞になって、そのまま歌詞になってしまうから、ね、そうそう、野江さん噛んだ、野江さん噛んだ、野江さん噛んだ、何回使ってもいいわけですからね、僕らは。何回も繰り返しても、サビ、ノエさん噛んだなって思ってたんで、可能性も最初ありますからね、あるね、本当にね、うん、ね、それでね、フェイドアウトしていく、最後ね、最後それでもう終わっていっても全然いいと思うし、全然構わない、いや、いいですね。ということで、じゃあね、どんどんいろんなこと聞いていこうと思いますね。でまずちょっとトークテーマではないですけど、なんかね、初めて会って、まだ全員仲いいわけじゃないですね、なんとなく外見だけのトークしようかなと思って、そら、まあそこから、まあ、そうです、そうそう、まあ、とりあえず、ね、あの外面的に、あなんか芸能人って言ったら誰に似てますねみたいな話が聞いて、合コンで言うと最初の10分ぐらいのトークで今日は盛り上がるのとりあえず、じゃあということでね、伸ばしていく感じ、そう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 、ね、ちなみにだけど、姫名って先ほどもあったけど、はいはい、最近金太郎に似てるって言われるじゃん言われるんですよ、結構特徴がある顔だから、はい、なんかいろいろ言われたことあるでしょ、なんか誰に似てるとかって、私あのほっぺた、顎も出てるんですけど、ほっぺたも最近出てるなって、顎はとびっきり出てるいやいや、そんな言うほど、まあ、出てるんですけど、いや言うほど出てるよ、他人が勝手に言うほど出てるよ、いやほっぺたも出てるということが発覚しまして、ほっぺた香港さんに似てるというまた芸人さんのお世話が出てきたら痛いらしいですよ、おお、香港さんに似てる、香港さんとかとリリコさん、リリコ、あー、あー、あー、あのー、ね、映画コメンテーターの化け物役とかたまにやる人ですよね誰が化け物、誰が化け物や、似てるんだからしょうがないでしょ、ちなみに香港さんも化け物って呼ばれてるからねバカじゃん、私呼んでくんの、あ、でも分かるわそれ、でも香港さんとか、はい、あのリリコさんで分かる分かる、一番良かったのがバブル期の岡本夏樹岡本夏樹すごい似てるよね、あー似てる、あーそれだと思う、似てる似てる、ちょっとお前それのなんかモノマネ番組オーディション行ってきた方がいいんじゃない、岡本夏樹行ける行ける絶対、うん、行きますわ、うん、あ、岡本夏樹に関して、はい、漢字あるってコメント入ってますんで岡本夏樹の漢字ありますよってありがとうございます、そうそうそう、ね、でちなみに上本さんは何に似てるけど、まずその衣装に目がいっちゃいますよね、そうだね、衣装に気づきですよ衣装に釘付けということは上本さんの魅力ゼロみたいな、え、それそれ大丈夫なの、それ被っちゃって、うん、ちょっとなんか自分の顔ほとんど出てないよ、それ出てないですか、うん、あ、そうで顔面使ったんだね、衣装でコメントがもらえればいいです、うん、衣装でね、ちなみに言うと衣装が毎回ぶっ飛んでらっしゃるんですけど、はい、ぶっ飛んでるこれは、ね、正解なの、これは本当にクマモンなの、これは、クマモン
ラモンじゃないですか、ね、ない。くまモンだ。あのなんかポップルちゃん的ななんかキャラクターだと思います。ポップルちゃんって何ですか。なんかあのクマっぽいキャラクターなんか皆さんあれ知らないですかね。誰も知らないみたいな。やべやしかも。ポップルちゃんに関して誰も知らないみたいで。それなんか書いてくれたらね。うん、そうそう。教えてくれればね。で他にじゃあ顔面というかね。そう顔面。顔面でいこうか。顔面でね。ポップルちゃんに似てるのは分かったから。衣装が。あ、はい。衣装がで、ちなみに顔面は誰に似てるっていう。なんかあんまり具体的な名前は言われなくて、うん、なんか韓流スターにいそうだねみたいな、そういうなんかくくりでなんか言われます。その柔らかい感じかな、すごいね、韓流スターに。確かにその新大久保歩いてたらね、その辺のコースに乗ってそうな感じありますよね。確かにある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 。韓流スター誰に似てるのね。なんか言われたことない。なんかうちの、 あの母親とかにはなんか伊順基さんに似てるって言われます。母親が言うのってほとんどが嘘だから。母親が似てるっていうのってさ、あれはほとんどもう水増しでしょ、うん、基本的には。まだ、あ、そうです。伊順基分からない。分からないですか。全然分からない。伊順基さんってどんな人なんだろうね。でもまあ横から見たら神木隆之介君に似てます。あー若い頃ですよ。もうちょっと若い頃の神木隆之介君。ごめん、何、あの、なんかないの。あ、あとは神木隆之介くん似てるって言われて、なんかないの。たまに言われます。ありがとうございますみたいな。でもなんか恐れ多いなって思います。そんなにいいもんじゃないね。よっしゃーってよっしゃ来たって言われるとか。そんな。おそうなんだ。じゃあ神木隆之介くんと伊集院さんと、その辺の韓流スターに似てるとか。その辺の、誰でもいいんだよ。その辺の感じ。前髪がそれかければその半身さんができる。大体そうなんだ。そうなんだ。ちなみにあれは、リナさん、あれですか。さっきからあれですか。さっきからすごいですよね。名字は分かんない。原田さんだよね。そうですね、同じです。リナちゃんだよね。そう、リナちゃんだよね。そうです、リナです。はい、リナちゃんは、リナちゃんは私は、天の吉見さんで似てるじゃん。それってさ、もうね、もうなんだろうね。笑わないでくださいよ、ちょっとフォローしてくださいよ。ちなみに、すごい、すごい人、すごい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 、あの、のど飴の人。そうそうそう、のど飴の人。のど飴の人。天童よしみさんは、でも、結構わかるよ。わかります。もう全体だもん、それ。でも、私、自分でも似てると思います。まあまあ似てるよね。自他共に認めてます、それは。山瀬まみとかに似てる。あー、言われたことないですね。あー、俺も後ろから見たら、ごめん、緊張るんですね。緊張る、緊張る、緊張る、人の人と緊張る、緊張る。しかも他は柳原かな子さん。あー、なんだ、その喋り方もちょっと似てるよね。なんならちょっとそうなのかもしれないですね。で、今日なんであんまりおっぱい出してないんですか。今日そこいや、だって前回オーディションでね、受かった理由で、ノエさんって言ったらもう経歴ですよ、もちろん今。そうそう、ウケウェボさんって言ったらあれですよ、もう完全に音大で、で、ヒメラは盛り上げ役ですよ。で、イナちゃんはおっぱいです。いや、そうですね、ちょっと間違えました。もう全体的に俺もミクシーのコメントにもうリナちゃんのおっぱいっていうのすごかったもんね。番組終わった後にもう、もうコメント来ましたね。もう一言ぽっちゃりぽっちゃりさん。一言ぽっちゃりさんのコメント来ましたんで、それ使いましょう。ぽっちゃりさんね。いや、でも全然わかるわかる。なんかいろいろありそうだよね。はい。いや、一番よく言われた時ってなんか。もう、これ言われて、もう、全然おこがましいですよ、自分で言うのはって。でもこれ言われたことあるんですってない。隣のトトロ。トトロは、いや、ごめん、ちょっとね。まあまあ、そう。価値観のズレかな。俺、嬉しいと思わねえから、人じゃない。なんか、トトロに似てますよねって言われて、よし。かわいいですもん、トトロ。まあ、かわいいけどね。トトロっていう人は多分、リナちゃんのこと好きではない。そうかもしれない。ちょっと小馬鹿にしてる感じ。確かにそうですよね。あ、でもね、いいね、トトロとかね。ちなみにね、一番ちょっとね、ノエさん、ノエさんはもう本当に似すぎてるんじゃない？なんか誰？誰？似てる感があるよ。誰に似てますか？誰似てる？誰？ちなみに誰に似てるって言われたことあります？だから英語の名前の人。英語の名前の人。多分日本から出てるから英語の人が多いんじゃない、人口が。日本よりも、うん、いや、ちなみにエドワードとか、そういう感じ。エドワードボブボブとか全部そう、男ですけどね。ちなみにその誰に似てるか、個人名に。ベッカムの奥さん。あー、ビクトリ
ディア・ベッカムさんね。出てくるのにすごく違うからなけど。おビクター、でも似てる感じは濃い顔なのかな。多分。おう、そうですよね。ちょっとこってり。ちょっとこってり。ラーメンで言うと豚骨系なんだ。そう家系、うん、家系。横浜限定の。横浜なかなかコアな、ね、感じなんだね。ほんとに。おう、いや、他にも。ビヨンセね。おお、ビヨンセって言ったらもうダンスのイメージしかない。そうね。あと芸人のイメージしかないんだよね。ビヨンセって。あ、そう。芸人真似しすぎるね。やりすぎて。なんとなくね。そうそうそう。ビヨンセね。うん。でさんまさんが大好きって言ってね。ビヨンセ。あ、そう。あの顔が一番可愛いって言ったから。おお。ね、他にはジェニファー・ロペス。うわー、全部すごいじゃないですか。うん、なんか全部全然違うね。全然違うね。そうそうそう、え、なんて言われてるんだっけ。柳原から。そこはトトロだろお前。そこはトトロだろお前。二次元で言ってくれそこは。お、そうなんだ。いやでもすごいね。ジェニファー・ロペスに似てるって言われたことあるって、そのテンション上がるでしょ。だって。いや上がりましたね。でもなんか全部黒い。それは広げないでいこう。その話は、その話なんか怖いから広げない。なんか怖いわ本当に。おで他日本人はなんかないですか。日本人は朝日。おお。姫小柳ゆきに似てます。姫田さん似てるって言われたわけじゃない。姫田さん。いや似てない似てない、大丈夫大丈夫。似てない。何回整形したらいい。いや。小柳ゆきさんに似てるって言われた。あー、小柳ゆきさんね、うん、すごく綺麗な方ですよね。そうですね。そうですよね。本当にね、小柳ゆきさんでもなんとなくわかる感じします、うん、なんかあの目の周りがダークなイメージですよね、うんうん、なんかあー、そう、うん、うん、ね、なんかないの似てるって。ノエさん似てる、ノエさん似てるコンテストやったらみんないろんな名前言うよね、多分ね。誰かに、なんか女性人とかないの、なんか誰に似てるみたいな。小柳ゆきさん以外とかに。いや、アンジェリーナ・ジョリーに似てますよ。あー、そっかそっかそっか、うん、それ忘れてたな。めっちゃゾンビ倒しそうですよ。楽しそうだな、ほんと。アンジェリーナ・ジョリーはバイオハザードじゃないけどな。バイオハザードじゃないけどな。そこバイオハザードしといたミラージョボビッチの間違いじゃない。ミラージョボビッチにも似てます。いや似てないよ。何でも似てないわお前。アンジェリーナ・ジョリーとミラージョボビッチ別物だろ完全にお前。うわ、そう、確かにね。なんで外人さんになっちゃうんだね、やっぱね。日本、そうね、日本。うん、おー、やっぱそうなんだね。じゃあちなみにじゃあ、その、何ですかこのインディアンスのファンみたいな人。構えなんですけど、構えなんですけど構えなんは誰に出るとか。まあ、前回では中本そうです、ね。ああ、そう。まあ、一応コメントいただいて。そう、はい、前回同様というかね、メガネが似てるからね。気づけたっていうな。メガネだけかもしれないよ。そう、むしろ。メガネが似てるから。あとね、まあ、格闘技の須藤元気さん。あー、これ多分ここだよね。この辺り。シュッとなってる。あ、ここの方。この辺り、この辺り。ここが、あ、ここが似てるのかな。ここが似てるの。そこは嬉しいの。そう。なんかみんな顎で似てる。いやいや、みんなじゃないから向こうだ。向こう側が。あ、似てる似てる。岡本夏樹に似てる。岡本夏樹に似てる。すげえ似てる岡本夏樹。いや、お前顔作って待っとくな。抜かれるまで待っとくな、お前は。一人だけやってること違うわ。おう、でも確かに似てるかもしれない。なんかじゃあ一番テンション上がったのは。もう自分がこれ言われて、俺のテンション上がったわ。あれですね、ちょっと左見て、ノエさんめっちゃ見てる。ノエさんめっちゃ見てるからびっくりした俺。ラストサムライの、ラストサムライ、あっち行っちゃうの大丈夫ですか。トム・クルーズと。トム・クルーズじゃないよ。あ、乗ってる馬。王って言ってくれた。乗ってる馬でしょ。乗ってる馬でしょ。馬。動物。動物じゃねえよ。女性の男性だし。そう。違う。わかんない。なんとか健さん。渡辺健さん。いや、似てないよ。もう坊主にした時に。似てないよ。似てない。嘘かもしんないけど、嬉しかったの。まあ、嬉しかったら嬉しかったら全然いいんだけど。あとね、全日本のゴールキーパーの、楢崎さん。
奈良崎先生。あー、ちょっと前の。ちょっと、川口さんの顔しか出てこないですね。そうです。奈良崎さん、奈良崎さん、え、どんな顔だったっけ。あ、こういう顔なんだよね。そうです、こういう顔。こういう顔。メガネ、メガネかけてないでしょ。そうそうそう、メガネ外すともこんな感じなんですけど。おう、こんな感じなんですけど。まあ、あんま変わんない。なんか、わかんない。なんて言ったらいいかわかんない。そう、わかんない。うん。もう俺さっき言ったのダメ、ゆんちゃん。あ、言っちゃってもいい。いい、あの、筋肉マンに出てくる、サンシャインってやつ。ピラミッドみたいなやつ。わかる？すごい似てるんだけどね。なんか。俺、ちょっとね、パッパッ。こう顔でもか結構かくばってるよね、サンシャイン。そう、サンシャインね、すごいかくばって、あの必殺技であのバッて開けたらここにローラーだけついてて、人をドルルルって言って、長寿を巻き込むってことだ。すごい似てるんだよ、それに。それに、って何っすね。サンシャインに似てるって言われて、ちょっと平で済ましたやつ、なかなか初めて見たわ、それ。もうほら、もう構えはもう、これじゃ笑いし。あ、もう、笑いダブル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 。前はバカにしたな。ちょっとあるね。ダブルダブルダブル。ダブルさんです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 。カマヤン。カマヤン。で、ちなみに、じゃあ、太田さん、太田さん、太田さんもね。そう、もう、もう、俺はもうここになっちゃうでしょ。そうですね。似てるって言ったら。いや、ここになっちゃったら、もう、ニワトリとかしかない。ニワトリなんだっすよ。いやいや。完全に。違う違う。ニワトリじゃん。ニワトリだよ。違う違う。あるほかにシャークシャークはそれ前回そうだね前回だいぶ大丈夫ワンピースのマルコとかねあーでももう行かなきゃでしょ違うんだってこの辺とか似てる人じゃあ顔は全然太田さんの場合だけアップになんだけどならない太田さんの場合だけ似てるかって抜いてみたけど太田さんの場合だけも全然アップにしてくんじゃあ俺思ったの一番最初に髪の色が変わったら突っ込んでくれないのかなとか思いながらそうだよね。そうそうそう。ニワトリを意識したとしか思えない。え、これ、他は他によって。他は、他によってくるだろ。他はね、あとは、髪を、なんか、こっちを外すと、昔の松坂大好き。下に来た、下に来たよ、どんどん。下に来た。下に来てね、今、顔面だけで言うと、これが松坂。松坂、今ここら辺だけだと松坂かな。で、それは醤油顔の人全般醤油顔の人っていうくくりになっちゃうから、そうそう。あとは、坂井正明。それだから顎でしょそう、また顎。また顎。顎シリーズ。なんか何これ全部が当てはまる人ってないの全部で言われる。うん。いや、誰かない？俺。うん。誰だ？今ね、コメントで。あ、ある！あるある！聞いて聞いて聞いて。大月健二だ。あー！大月健二だ。ちょっと分かるかもしんない。ちょっとだけ？いや、分かる分かる分かる。いや、一番ピンタッチ来てる。一番ピンタッチ来てる、今頃。でしょ。それが一番言われるかな。あ、そうなんだ。うん。髪下ろした時とかが。ああ、わかるわ。まあ、あげてるんだけど、あげてるんだけど。基本俺もこのトサカな感じしか知らないっていう。そう。K でいるけど。じゃあ、トサカ。じゃあ、次下ろして、で、こうかな。いや、下ろしたら次、あれじゃヒッピーみたいな。そう。そう、今戻ってきました。今日だって楽屋入ってきた時ね、完全にそのバックパッカーガイドだったもんね。もうどっかいろんなアメリカとかうわーって回ってきた後。いや、アメリカは行ってないけど、この辺は回ってきて。全然ここどこだとか。いや、それはあれでしょ。それただここを迷っただけですよ。そうそうそう。いやでもね、以上コメントに入ってるのが、ドワンゴちゃん。ドワンゴちゃん。それは誰にドワンゴ。ドワンゴ。あ、ドワンゴってあれか。あれだよね。この、ニコ生のあれですよね。うん。あー。あー！ほら、俺が一番やっぱり多いんじゃないコメント。ドワンゴちゃんね。あと、ニワンゴだった。ニワンゴだった。あ、ドワンゴちゃんがニワンゴだった。これ、そうだね。あとこれ、煙突煙突ってのね。煙突。煙突。あー、煙突延長あ、延長、オツですってことですあーじゃあ似てるのは延長で延長延長でいきましょうか、今日似てるのが俺が歌うのは延長な感じであと、一言、あーって来てるあー何のあーなのこれこのあーはうまく歌ってあげてよ、これはあー、あーとさそうねこれはじゃあ誰にでも適用されるあ、これ誰にでも基本的に個人的にコメントがなかった人はあーとかになるから個人的にコメントがなかった人はねうん、で、じゃあ、ちょっと僕もいじって。そうだね。俺だって今のところコメント1個もないもん。そうだね。まあ、ケンはまあ、あーでいいんじゃないかな。いや、違う。いや、俺だってパート増やしたいもん、だって。
だ前回だってあれ知ってるんだって俺カマヤンのパート歌ってたんだよね、俺ら実際ね。だからカマヤンが中本浩二に似てるって話を俺が歌ってたんですよ。いや、それ辛いじゃん、だってこっちも。だから自分の話もなんかさ、こうなんかちょっと、ちょっと誰か似てるみたいな。誰か似てる。なんかみんなで盛り上がってた。誰かが盛り上がってた。原田君、ああ、似てるな。いや、言われるのは。おめえ何にらみ聞かしてんだよ。俺が悪口言いすぎたからにらみ聞かせてんだよ。そっち側で。言わないです。おう。いや、ちなみにだけど、言われたことあるやつで言うと、まあこれ、もう一番言われるの。はい、一番言われるのが、タッキーって言われると。じゃあこれマジだって、これマジな話だよ、これ、ほんとに。ドイツだと思われるかもしれないけど、いや、俺タッキーって言われるから。本当にタッキーごめん、あの、誰か一言、お前殺すぞとか、なんでもいいから誰か罵ってくんないと、俺この後続けるよタッキーにこの角度が似てるんですよ、みたいな。いや、そういうのいらん。もうどん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 続けちゃうから、俺じゃないと。他は、あと、あの、まあ、岡田将生って言われたことがあったりとか、あとは、それ夢の話かな。いや、違う、本当に。多分髪型ですよ、それ。あー。でしょ？いや、髪型入れちゃダメなの？髪型入れちゃダメだったら、お前体型入れんだよ。体型はその、ハローの人。体型入れちゃダメ。顔が似てるんですから、出して。体型入れてんのよしみでしょ、だって。じゃ顔ですよ。本当に？顔です。体型入れないでトドロって言われるのか、じゃあ。そうですよ。先生、体型入れてるんですよ、それは。顔面トドロってこと？顔面トドロなんだ。おう。いや、だから髪型もありだよね、絶対ね。おう、そんなこと言ったら、いや、それいいじゃん、だって。あと、髪型だけ言うと、カナダ橋とか、あと、あの、線香花火が、結構ピークの時とか。この盛り上がりの。線香花火ピークの時結構なんか、梅雨時によく言われるね。それまとまってないだけじゃん。そう、線香花火だけに、ワックスバッてつけた瞬間とか、よく言われるから、それは。あれ、コメント増えないから。そうだ。一個も入ってこない。ごめんなさい、僕に対しての、俺、僕、なんか、結構なんかあるなんか言ってなんだろうなんか言って加藤隆に似てる。ああ、加藤隆に似てる。誰が加藤隆だよ。誰が加藤隆なんだよ、お前。誰が加藤隆だよ。ああ、分かるって、ほら、向こう加藤隆分かる。あの、色黒い人っすね。そうそう。いや、もっと特徴あるだろ、お前。もっとあるだろ。青い空ちゃん。あの、頑張りすぎて詰めない人だよ。そこは言われない。そこは言われない人だよ。ほんとに。自由点書く人だよ。あと、マカ元気のあの、顔が乗ってる人。あ、でもよく言ったらね、あの、イエモンのボーカル。ああ、吉井さん、吉井さんにも似てる。まあ、それ全然コメントできない。何？イエモンってあれだよね。イエモンってイエローウォーキー。美味しいお茶の。最近抹茶入りになった。それも。おお。え、どういう人？アーティストで。イエローモンキー。イエローモンキーね。まあ最近ソロでやってて。おお。今の感じに似てる。あ、そうなの。俺今何歳ぐらいその方って。45歳。いや、ちょっと待って待って待って、倍あるけど。俺より倍あるけど。年は関係ない。めちゃめちゃすごいかっこいい。あ、だけど、オッケーオッケーオッケー。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、来ました、僕 A の。はい。ピンクの人、また開きすぎ。そっち行っちゃった。あ、これでもあれね、これ、ケイ君のコメントだ。そうだ。お前、また人のこと言う。お前、あれ、俺、姫田めぐみが、放送中にカメラを意識してないことを言うの。それ言う。俺それ歌わなきゃいけないの。それ歌わないといけない。これでも俺なんじゃない？これ。ほら、見た目はロックだけど協調性がある人みたいな。ああ。うん。ほら、これ俺のコメント。いや、それは多分。すごいもん。これ太田さんですか？それは俺。見た目ロック。もうあれじゃない、もうその髪型とかさ、そういうの全部坊主にしてこない。全部さ、その話になっちゃうじゃん、そんなこと言ったら。目立たないといけないね。アーティストだから。目立たないといけないって、それ芸人の意見だと思ってたもんね。違う。そうなんだ。という感じでね、みんな似てる人がいるっていう感じで。そうで、中身の性格に行こうか。そしたら。性格。で、どんどんコメント拾いてるもんだって、この感じで。これ一曲いけるんじゃない？じゃあここで一回、ちなみにだけど、どんな歌にするか。そう、それ曲も一回聞いてみた。とりあえずこういうサンプルが出ました。これが歌のその曲調に合うかどうかを、とりあえずちょっと考えてみようか。うん、そうです。じゃあ、で、いきます？上本さん。はい。大丈夫ですか？ということで、じゃあ、今からじゃあね、僕らのテーマソングになるこの楽曲、なんと音大卒の。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 ね。
頑張って作ってくれたということで、それでは早速聞いていただきましょう。上本大志です。なんでテーマソングの漢字。漢字って何だよ。漢字で。で、それでは上本さん、じゃあよろしくお願いします。どうぞー、はい、皆さん拍手でお願いします。増えて、そのやっぱり女性の方が多くて、とても華やかな感じなので、なんかそういう華やかで爽やかでちょっと可愛らしい感じも出していきたいなと思って曲を作って、あ、でも曲すごい良かったみたいよ、みんな拍手してくれてますからね。コメントが、爽やかな感じですね。そうね。じゃあこれじゃあもう絶対春をイメージ、ね、絶対入れますから。あ、絶対入れますね。これもう爽やかな感じですねって入れますから。おお、いやいい感じじゃないですか。あ、でなんかじゃあどういう感じであれ歌詞ってするのかな。そしたら。あの、サビってどういう感じになるの？サビのところだけちょっと一瞬だけやってもらって。あ、はい。サビのところだけ。曲できたじゃないですか、もう。いや、ね、本当に言葉全部当てはめなくてもいいんですよね。あれ、そうなの？無理やりギュッとしなくていいや。何文字ぐらい？何文字ぐらい？何文字ぐらい？らいそう、今のだったら、多分これは鼻。いや、ちなみにだけど、だってあれでしょ、だってこの、なんていうの、その、サビんところは奪い合いじゃん基本的に。まあまあ、自分のパート来たいじゃん、だって。あ、でもサビでみんなで歌うの。あ、サビはみんなで歌う。みんなで歌う。あ、そうか、じゃあサビの話はやめる？そうだ。なんだ？じゃあ導入は？導入誰行きたい？導入。これ誰から歌うのこれって。そもそもの話。導入。誰これって。そう。まあでも歌詞これを拾ってどう繋げていくかでも変わってくるから、ね。ああ、そうだね。そうだね。そう。だからどこを歌うかは、まあできてから、ね、できてから、できてから、した方が楽しみだね。でも結構さ、これもう拾えてるから、そう、ね。これもう、ある程度ここから絞っていかなきゃいけないよね。で、さらにでももっと、じゃあいいコメント拾う？そしたら。うん、で、まあ、これからね、足して、うん、全然、足していけるし、うん、そうだね。もう、姫名なんて絶対これだもんね。ピンクの人、また開きすぎて。もう絶対それだもんね、もう今のところ。いやいや、そんな、鳥軽女みたいに言わないよ。違うのか、お前は。違うのか、お前は。否定できない。本当に違うのか、お前は。否定できない。本当に違うんだったらそれでいいけどな。否定できない。なんだよ、この感じ。じゃあ、例えばだけど、その、性格の話もしていこうか。そう。じゃあ今、外見だけで言ったらこういう感じのやつが、ね、皆さんもちょっとね、悪口系のコメントが正直少ないです。ああ、そうですね。これなぜかと言いますと、やっぱりそのね、顔面に対して悪口を言うのは、ちょっと抵抗あった方々もいらっしゃるんで。ああ、そう、ね、いいのかなみたいなね。そうそうそう。だからやっぱ内面の話だったらね、それないわとかだったら出てくるからね。ああ、そう、そうね。ちょっと上野さんの、ちょっと内面の話一番聞きたいですよ、僕。正直、そこは聞いて。どんな人なんですか正直な話。どんな人ですか普段で行こう。普段で。はい、うん。人と接するときはこんな感じでしょ、はい、なんとなくわかるから。はい。普段、例えば、その、じゃあ、気心を知れた友達とか、と一緒に喋るときってどんな感じなんですか、はい、普段ですか、なんか、でも結構喋りますね、普段は。友達いるんですか
あ、いますね。おい、まあ、確かに、ちょっと人数少ないかもしれないけど。なんとなくね、友達として一緒にずっといる人ってどんな人なんだろうって逆に思って。あでもなんかやっぱり自分と似た雰囲気の人ですかね。いや、俺見たことない、見たことない。ちょっと見た目の感じではなくて、こう、中身がですかね。あー。なんか、ちょっと、ふわっとしてる。ふわっとしてるか、まぁちょっとおとなしそうな。会話は成り立つの？うん、ふわっとしてる。あ、そうそう、成り立ちます。そう、今コメントでひどいって入ったけど、これ、ウエモスさんが歌うんだからね。これはウエモスさんが歌うんだからね。で、ちなみにどんな感じ？その、じゃあ、女の子の友達とか多そうだよね。あー、でもなんか、大学だともう8割5分くらいが、もう女性だったんで、あ、自然とそうなっちゃいますね、やっぱり。でもすげえモテんじゃないですか、それだったら。いやー、なんかそれ以前になんかもう男として見られてなかったです、なんか。うわ、わかるわかるわかる。なんかほんと。ひどい。なんかわかる。わかるんですよ、わかるんですよ。わかっちゃうと。わかっちゃう。わかっちゃうと。なんか下の学年の子にも弟みたいとかなんかすごい言われたり、なんかもう僕がいるにもかかわらずなんかもう勝手に周りがみんなガールズトーク始めちゃって、なんか僕ここにいていいのかなみたいな。あー、そっか、女の子の男には見せない姿をガンガン見れるってわけですね。で、なんかもうちょっとメモとかいるからその話やめないよみたいな、なんかそんな感じによくなってました。存在的にもう消えてたとかじゃない？いや違う。ひどい、ひどい。いやいや、これじゃないです。気使ったよ、これだから。いや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 、違います。もうこれじゃないからね。もう本当にもう、ここでそんな流れちゃうと、本当にそう思う人いるので、勘弁してください。これなんだろ、少年だって。違うんですよね。男性、じゃ男性的な部分はあるの？そうしたら。そう、あります。ある？はい。どういう感じとか、男性的とか。男性的ですか？女性が思いを持ってたとしたら、はい。上村さん絶対持たないでしょって。持てないですね。持てない。持てない。これだけ少年だよ。何言ったら少年だよ。ごめんね、本当に。いやでも、そういうね、逆に言ったら落ち着くオーラがあるってこと。ケバケバしてないね、俺みたいに。ガン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 行く感じがないからね。で、ちなみに、じゃあ、りなちゃんは？性格ですか？おう。いや、もうこの通りですね。このまんまって感じ？そうです。変わらないですね。舐めたらあかん人なんや。舐めたらあかんですよ、本当に。舐めたら切れますよ。舐めたら切れる。そうだったね。あ、本当に当たってたんだ。舐めたらあかん人だったんだ。どういう感じじゃ、友達と喋るときも、どっちかっていうとその輪の中心っていう感じの人でしょ？そうですね。基本的に、私が喋ったことに対してみんながこう笑ってくれる感じですかね。あー、そうですね。飲み会とかにいたらすごい面白いですよね。あー。でも面白い人で終わっちゃいます、飲み会は。あー、でもそれいいんじゃないの？面白い人って言うんだよね。それだけを絵に行く俺は間違ってたの。飲み会で面白いって言われるがために飲み行く俺は間違ってたの。いや、間違ってないですけど。だから合コンとか行ったらの話でしょ、今。男の人がいて。そうです。お目当ての人がいて。最近ツイッターとかすげえ見たよ、なんか。なんか失礼したらしいな。それはあの、オフレコになった時に。え、なんかすごいなんかね、なんか寂しいとかつぶやいてた。え、何この子、何この子。めっちゃ乙女。いや、だから本当に。いや、乙女なんですよ。そう、乙女なんですよ。乙女なんだ。はい。あ、そうなんだ。乙女だけど、その外行ったら恥ずかしいから逆に。そうです、そうです。あー、それはわかるわかる。そういう感じね。だからあの、ツイッター上で。そういうところで。あんな風なことをつぶやくんだね。本当にね。もう、なんか性欲が爆発するみたいな。この前書いてて。いや、もう、放送禁止になっちゃうからやめてください。いや、つぶやいちゃダメじゃん、そんなこと。そうだよ、つぶやいちゃ。おっしゃるツイッターで、ダメだよ、絶対。ダメだよ、そんなこと書いたら。本当にね。俺、まあ、でも一番謎なのは正直、ノエさんですよ。ああ、本当に。俺も、確かに。ねえ、ノエさんってどんな人なんですか？うん。もう。いや、もうその、このまんまが、わかんないんですよ。そうそう。このまんまがわかんないんですよ、本当に。もう。普通の人。普通の人。いや、全然違うから。絶対違うから、本当に。もう。普通。で、さっきもね、あの、ここ来る前、ドトールで一回あったんですよね。あの、このまんまなんですよ、本当に。おー。じゃこのまんまない。いやいや、だからこのまんまない。いや、わかんない。だから、洗濯とか、結構、こまめにやるタイプですか？洗濯好きで、最近すごい好きなんです。最近好きなんですか？最近のマイブームが洗濯だった。結構綺麗に
畳んだりとかする？あ、しない。しない。しない。そうなんだ。え、鳴らしっぱなし。いや、だからすごい、だから俺のイメージだったら逆にものすごくきっちりして、もうシワ一個もズレがないみたいな。ああ。完璧主義者に見えたんで。いや、結構気まぐれです。気まぐれなんですか？なんかやりたいときはやるけど、うん、やりたくないときはやらない。すげえ下ネタ言ってるみたいな感じ。じゃあそれ、それ言うからでしょ。選択の話そうです。流れ的に、流れ的にそうでしょ、今ね。主語を選択ってつけてくれないと違うことを想像してしまったんで、今。いや、全然こっちが違ったよ、みんな。ああ、そうか、選択。みたいなね。そうね。でも一枚目に笑ったお前は違ったな、今。一枚目に笑ったお前は違うこと考えたよな。Twitter でいろいろ言った。ツイッターで考えてるじゃん。あ、そうなんですね。あんまりだから、結構ズボラな感じとかもあったりとか。全然あります。私もともとチャキチャキなんですよ。チャキ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 っていうの。江戸っ子なんで、江戸っ子気質です、結構。あ、もうだからもうすぐ行動タイプっていうか。そう、もう、明日いと思ったらばって言っちゃう。明日いと思ったら、だから、だから、ついそっち想像しちゃう。いや、違う、遊びに行くときでしょ。今の、あって言うのが。あったらみんな思ってる。なんで笑ってるか全然わかんない、これ。みんな思ってる。何わかんないよ、ほんとに。ごめんなさい、ほらほらほら。この赤字は、赤字で書いたんだ、これ読まなくていいやつ。赤字呼ぼう、呼ぼう。K さん最低。最低。最低って。多分俺の歌詞これになっちゃうから。そうそう。もう使ってない。もうできてるわ。K さん最低そっちじゃないでしょ。歌詞ができちゃった。できちゃった。できちゃった。え、待って、俺のパートこれね。これね。だって俺これ一部分やったらもう終わりぐらいでしょ。え、ちょ、待って、俺もっと欲しい、それだったら。で、あとは広く。どっかでもさ、裏で言ってもらってもいいの。女の子あ、そんな、そっちじゃないでしょっていう、なんか。そうなの。けど最低。あ、そうかそうか、そんなんでも。それもよ。あ、それいいじゃん。それ行こうよ。それ行こうよ。それ行きたいんだよ。それで行きたい。それで行きたいんだよ。ケイさん最低俺に言わしてね。でも、俺に言わしてね、ケイさん最低。え、でも、ノエさんはじゃあ、その、チャキチャキタイプだから、で、例えば、その、インドア派、アウトドアで言ったら、結構アウトドア。アウトドア。あ、そうなんすか。なんかインドアのイメージない？結構、サーフィンとかもやるし。え、そうなの？スノボとかも。サーフィン、スノボやるんすか？海とか山とかすごい好きなんで。なんか意外でしたね。結構俺もなんかあれ、練習場にこもってるイメージないですか？なんなら力士とるばりの、こもりだすごい。めっちゃストイックになる。めっちゃストイックになる。バーって。水、これ踊り切るまで水一滴飲まないと。感情練習してるようなイメージだったんで。あ、でも踊りに行くのも、だから外に、クラブとかに。あ、それはもうその、出るわけだから、普通に遊びに行く。遊びに行きます。そうなんですか。へぇ、クラブの楽しさ今度教えてくださいね。ぜひ。クラブの楽しさは僕らは分かんない組ですね。そう、全然分かんない。なんかね。いや、そうなんだ。踊れないからだね。簡単に言うと解決しちゃった。いや、でも踊らなくてもクラブって、俺はもう雰囲気がダメなの。ああ。分かる分かる分かる。面白いことを気づくじゃん。でも、言っても伝わんないからね。伝わんない。また大きい。大きい。そうなるから。お酒高いよね。そうだね。お酒高いってのは。ああ、まあ、お酒ですね。だってワンコイン。ワンコイン。うん。何するの？ワンコイン高い？ワンコイン安いじゃん。ワンコイン安い。ワンコインで高い。お前結構安いんだよ。そう。安いクラブじゃない？俺ら言ってるとこ高いじゃない。高いじゃない。全然違うんだよ、気持ち。ワンコインじゃないのよ。ワンコインじゃないよ。ワンコインじゃないよ。トイレ使う料金だよ、俺。トイレ使うのにワンコイン払うもん。それぐらい高いところじゃん。どんだけ金持ちだ。ちなみに、じゃあ、かまやんの話行こう。かまやんのその性格は実際どうなの？すごいね、あやふやなのよ。まあ、あやふやだよ。そう、俺から言わせるとね、すごいビッグマウスなの。もう、言うことがすごいでかいのよ、なんか。俺はこうだから、とか、俺今からもうこういう感じでやっていきたいんだよ、って言うけど、実際、シュンシュンってなっちゃう。それはできないよ、みたいな。なんか実際、ってなるから、あ、構えん、あれ、なんでやんないのっていう感じになっちゃうっていうのが俺の感じなのね。あ、そういうね。ここ1年の、ここ1年の。あ、ここ1年の。そう。どういう性格？なんだろうね。とりあえず第一印象が怖いって言われる。ああ、怖いって言われて、で、喋るとバカって言われる。うん、わかる。とりあえず、なんか。わかるわかる。うん。怖いのもわかる。バカなのもすげえわかる。バカはすごいわかる。すごいわかる。バカはすげえわかる。あ、そう。なんか見てくれが悪いって言われる。よく。見てくれが悪い。あ、一緒。言われる？あ、わかる。萌えさん怖い。そう、怖いって。萌えさん怖いちゃったわ。喋ったらバカって言われる。そう。そう言われる。
ちょっと待って、息合って。いつも喋っちゃダメって言われる。そう、俺もね、黙ってで。逆に言うと、ここにいるやつで喋ってバカじゃないのやついないでしょ。基本的にない。おおウェボスさんちょっと欲しいよね。惜しいよね、ちょっとね。うん、ちょっと、天才肌っぽいけど、ちょっと抜けてるのかなって思っちゃうから。でも、もうよく抜けてるって言われます。おう抜けてる感あるよね、絶対ね。はい、家の鍵とか絶対閉め忘れるタイプでしょ。あ、でもなんかいつも玄関の鍵をなくします。なくす、やばいやばいやばい。予想を上回ってきた。それはやばい。上に来た。鍵をかけることすらできないんですよ。はい。かけようと思ったら鍵がないんです。いや、すごいね、それね。なんか。それね、そんなのあるんだ。相当だね。すげえアホじゃん。俺のやつだから。女いけんじゃねえ。俺のやつも女いけんじゃねえ。そう、冷蔵庫の上に鍵を置くんですけど、その冷蔵庫の上になんか電子レンジもあって、その電子レンジの下の方に入り込んじゃったり、なんかその冷蔵庫を開けたり閉めたりしてるうちに卵のところに鍵がポロッと落ちたりとかして、卵と一緒に鍵を開けたりして、他の人は変えた方がいいですよ。はい、変えます。わかりやすいかなと思って、玄関の前に。冷蔵庫開けなきゃいいんだよ。そうです。冷蔵庫開けなきゃいいんだったら、開けない方がいいやけど。玄関先にかけときゃいいんじゃないのかな。そうですね。でもチンだから穴開けられない。あ、そう、賃貸だからね。国の穴とかしたら出るって大変だからね。うそうです、本当に。いや、その悩みは共通だわ。あ、そうだ。でも、姫だなんて、やっぱ、アホ、アホだよね。アホじゃないですよ、私いや、もう喋り方は。これ、名前ですから。顎から喋るな、お前は。多分、口から喋ってますから。アホなの？でも私、三重県で、一番頭のいい高校行ってましたから。本当に？本当です。偏差値で言ったら、60とか、多分、それぐらいで、お坊さんの学校なんですよ。お坊さんの学校で。どんだけ遠いんだよ、お前。今の姿とどんだけ遠いんだよ、お前。いつも朝礼で、ザ・念仏っていう歌を歌うんですよ。歌？え、何何すげえ気になるんだけど。ザ・念仏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 。それ大丈夫？俺、ここで歌っちゃって大丈夫なんだ？大丈夫です。ちょっと、ちなみにちょっとだけ歌ってもらっていい？なもあみだ。お前、ちょ、バカにしてんだろ、絶対。逆にバカにしてんのよ、お前。歌って最初に歌う。本当にそれ。本当にでも、ガチでザ・念仏っていうのが効果であるんですよ。本当に。すげえじゃん、それ。何それ？え、でも今の歌詞、だって俺、お坊さんにそれを歌ったとしたら、多分切れると思うんだけど。それ、うちの高校からいっぱいお坊さんになってる人いますから。そうなんだ。そうなんですよ。すごいね。いやでも、なんか今の方が、なんか私これあるんですよって出してくる感じが、すごいアホに見えた。すごいアホに見えちゃった。一番頭がいい高校で、一番頭悪かったです。お前さ、よくさ、音大生の横で言えるな。そんなこと。言えるかな、そんなこと。いや、高田高校っていう高校。いや、知らんけど。高いっていう字が、高いっていう字が2個入ってるんですよ。高田？高田高校。あ、ごめん。そこに着目するのはちょっとアホだよ。それはいいもん、どっちでも。そうなんだ。へぇー。じゃあ結構、じゃあそこよりが頭いいで、中卒。中卒じゃないですよ。あれ、前回の話で中卒じゃなかったっけ？違いますよ。ちゃんと高校出てます。高校出てなかったっけ？夜間だっけ？通信です。あ、通信。なんかやよっしゃ来たよっしゃ来た俺より下のやつよっしゃ来たぜおお、いや、そうだよね。だから、よし、じゃあ、今度そのランキングで並ぼうね。学歴順に並ぼうぜ、学歴順に並ぼうぜ。普通に出してびっくりする。ああ、こういう風になったんだね。そういう、ああ、そうそうそう。そうそう。あ、それ面白いな。絶対な。なんか、社会のコンプレックスを逆にね、全部やってしまうっていう。一番恥な、そしたら。そしたら一番恥じゃない。え、ノイさんはノイさんはノイさんはあんま聞かない方がいい？何がいい？その学歴的な話で。あ、高卒ね。高卒。ちゃんとした普通、その、昼間に。普通の、昼間に、昼間にやってる。普通か。昼間にやってる。私立、公立で言うと。あ、都立です。おー！何それ、都立って響きすごいいいじゃん。いいね。何それ、都立って言いたいよね。言いたい。絶対ね、県立の俺から言わせると。いや、その都立だって都じゃないから。でも、もうよ。あれ、都立って。東京都立。ああ、違う、もう、そうなの。頭いい。どういう感じ？わかんないです。どいつだからって頭いいかな。あるじゃん、いろいろ、こう、なんか。あ、なんか、じゃ商業科とかではなくて？普通科。普通科。じゃあ、まあ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 。まあ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 。まあまあまあ。わかってるのか。まあまあまあ。いや、ある、わかってるぞ。まあまあまあ。学歴と戦ってんねん、こっちは。なるほど。まあまあ。戦ってきたやろ。もう。そうだ。かまやんは？これ普通科。小学校の？小学校。小学校。高校卒
業した小卒。高卒だよ。普通か、普通か。高卒で、昼間にやってる。いいそうで、県立。そうそう。県立。じゃあ、太田さんは？俺は高校。高卒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 で、昼間にやっている。私立。私立。あ、ちょっと悪いんじゃない？ちょっと悪いんじゃない？地方の私立で。時代が、ほら、悪い時代じゃない俺ら。ああ、そうだね。もう、そっち、いや、違うね。悪くはないよ。で、順番的に言うと俺、県立の普通科だから。ああ、普通科なの。うん。俺もじゃあ普通科にしとこうか。いやいやいや、私立だから。あ、そうか。そうか、そうか。これ何このトーク。なんでこのトークで、ちょっと待って。俺大好き。聞こえないからね。俺大好きな話題だった。じゃあ次回は、その順番で並ぼう。その順番で。俺めっちゃ端っこの子じゃねえか。隣同士じゃん。そうですね、隣ですね。そんな感じになるけどね、いろいろコメントもらいましてね。じゃあそろそろ、じゃあここからピックアップする感じですかね。そうですね。じゃあ今のところ、じゃあ個人で出てないやつどんどん拾いましょうか。そしたら、多分だけど、上本さんが出てないの。あ、上本さんですね。上本さんと、これは、かまやんかな？俺？そう。かまやん。かまやん出てるよ。WW。WW。それどうやって歌詞にするんですかね。そうだよね。ウォーウォーみたいな。ウォー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 だけど、もっと歌詞ちょうだい。俺で書き込んで。ちょっと歌詞が。あ、ノエさんもうちょっと欲しいな。そうだね。っていう感じかな。じゃあちなみに、じゃあ上本さん。はい。上本さん、普段を何されてるんですか？またそこ行くんですか？いや、普段を引き出さないと。あ、じゃあ最近の活動はどうですか？ああ、そうですか。そうそうそう。うん。はい、ですね。この前は、原宿のカフェでライブをやったり。原宿のカフェ？はい。フォーエバー21の向かい側のカフェでやったりとか。すごいいいとこなんじゃない？それすごいおしゃれなところで、なんか、Apex のムームーンさんっていうユニットもあそこでなんか、あとはなんか、光が丘公園のなんか野外ステージでなんかちょっと、バンドのサポートでキーボードしかしてもらったりとか。やっぱキーボードの活動多いんですね。そうですね、最近は結構ライブとか、昔はもうクラシックのなんかリサイタルとかコンサート的なのが多かったんですけど、最近は結構ライブでバンドのサポートで聴いたりとかが多いんで、なんか増えてきました。あ、でもいいですね。そうやって忙しくなっていってるんだったらね、全然ね。で、その個人での活動で言うと、なんかあります？個人の活動ですか？今度、僕、地元が広島なんですけど、広島で久々にジャケンね。ジャケンです。広島のお客さんの分なんですか？広島のお客さん。そのなんか、その、総合的に言うと、なんか悪いとかあるじゃないですか、地方によって。広島はね、全然悪くない。あ、そうなんだ。イメージと、全然違う。すごい強そうだからね。お客さんのイメージがすごく強そうだから。ああ、そうだね。全然皆さん優しいです、とても。へぇー。広島で、俺いつも思うんですけど、アーティストの方でね。はい。地方に行くじゃないですか。はい。で、お客さん来てくださいよって言うじゃないですか。はい。あれ、集まるんですか？地方行って。あれ、昔は結構きつかった。今はツイッターとかいろいろあるから結構集まりやすい。あ、逆にそういうことがあるんだ。そう。あー、そっかそっか。あれ、すごいなと思うじゃない？だって。思うじゃない？思うじゃない？思うじゃない？すごい思うじゃない？だって、例えばだって俺がね、新潟に行きます。新潟でじゃあライブやりますんで、皆さん来てください。誰が来んの？って、俺思っちゃうから。ああ、なるほど。そこになんか映像だったり載せて、で、まあ気に入った人は見に来てくれる。あとは、音楽に関しては、地元のバンドもくっついての一つの。あ、そっかそっかそっか、そういうことね。そう。だからなんか地方に行くときは基本、だから営業感覚で行っちゃうね。あ、そうです。もうその辺、現地にしても盛り上げる感覚で行っちゃうから。あ、そうなんだね。その辺はやっぱ違うあるんだね。そこは、じゃあ今度広島頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、ね。じゃあ、りなちゃん行こうか。はい。あと、最近の活動ですか？そうですね、主催イベントやったりとか、月5、6本ライブに出させてもらってますね。それさ、アーティストからしたら結構多いことだよね。そうですね、少なくはないですね。どうなんですか、その主催イベントってどういう感じでやってるの？主催イベントは、自分のその音楽の友達とかに声をかけて出てもらうっていうブッキングから始まって、その会場を抑えるところから始まって、そうですね、で、タイムテーブル組んでとか、全部やってます、一人で。結構儲かるんですか？やっぱ。そこら辺、そこら辺。そこら辺はしゃあない。逆にどうなのかなと思って、主催イベントってやっぱ黒字なのか赤字なのか気になんない？でも。その時によりますよね。あ、その時によるんだ。でも赤になることはないよね。あ、そうなんだ。まずない。へぇー、俺結構赤になるけどね。
結構赤続くよ、本当に。ああ、楽もんの。アーティストの場合はあんまない。アーティストの場合は、まあ音楽家でない。で、今度は Z ポイントどうすか？出してくれって言ったら。え、出てくださるんですか？いやいや、全然、全然、もちろん。むしろ、すごい嬉しいです、逆に。Z ポイント with K。歌えますか？いや、それ本当にやめてください。あ、じゃあ MC で出てください。MC でね、出てもらって。いや、もう本当に。歌わせる。歌ってもらえない。実現しようとしてるからね、絶対。絶対実現しようと。いや、もうマジで一回。実現させるから。台上で歌ったら俺どうなったの？上半身裸になってる。俺気づいたら上半身裸になってる。下手すぎてみんながなんとなく引き始めてるから目を引きつけるためにルグという、いやありでしょ、あり、全然ありですよ、全然ありね、そういうことになっちゃう。あと MC のおっさんによく絡む、そう MC から来てからね、違う MC なのみたいな、わかんねえぐらい。じゃあ MC のおっさんがなんか、はい、じゃあ素人さん相手にみたいな感じで来やがったから、まあまあ潰したろうってプロだからみたいな、商店街の会長か知らんけどやったろうやないか、ガチンコでね、いじったからあいつ。ライブハウスとかでやってイベント、ライブハウスとか、この間はバーでやったんですけど、でもライブハウスもやりますね。へー、はい、そうなんだね、全然呼んでくれるね。はい、ちょっとうちらロゴもちょっとステージ的に大丈夫です。じゃあということでよろしくお願いします。はい、ノエさんどうですか最近は、なんか活動といいますか。はい、5月に、格闘技のリングでライブ、格闘技のリング、何それすごい、格闘技じゃないリングっていうのはあるの？格闘技イベントで、なんかそのそっちね、なんかそのメインの試合の前に、キッズたちのダンサーと、バックダンサーとで、リファ有明って大きい、2000人。はい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 。それで、あるんですけど、そこのリングの上って。へぇー。リングの上って土足厳禁なんですかね？土足でライブですね。あれ、でも気になるじゃない？気になった。そこ気になるの、気になったね。寝技とかするときにすげえ砂とかあったり、ちょっとやめて。さっきのガキのことすんの。すごいかわいそうだから。あ、でもリングでライブするとき、ちょっと血とかついてた。すごいな。それはちょっと怖いですね。そう、でも。え、それ試合の後にとか？試合の間に。あ、そうなんですね。そうなんですよ。でもそれがいつあるんですか？ 5 月6日に、リハありやすい。結構近いですね。いや、それは頑張ってください。ね。最近じゃあ、Z ポイントは？あ、最近は活動が1が、今曲で、あ、ちょっと今日流せるから。さっき流れてたんじゃん。あ、流れてたんですか？ね。まあ今流してもらって、曲からして。でかかった。BGM 程度で、チャラーンとくるのが。そうなんだね。結構。これ流したままやね。終わりましょうね。とりあえずこれを。Z ポイントさんだけこういうちょっと抜け駆けをするという、そうやね、卑怯なスタイルでいきます。ありがとうございます。まだこういうのはね、話し合っていきます。じゃあ、姫の最後、ラスト。え？告知。あ、告知。聞かれると思ってしょ。JG という新宿のフリーペーパーに後ろに載ってます。お願いします。JG 何の雑誌？新宿のタウン雑誌です。美味しいお店とかに載ってるんで。見てください。はい、ということでよろしくお願いします。はい、はい、ということで本日の秋葉やかバンドはこちらになりますね。はい、一応こちらの、コメントの方を後々拾いまして、こちらの方で、楽曲を作らせていただきます。はい、歌詞をまた、そうですね、これ、はい、何、足しちゃダメなんだよね、本当に。もうこれだけでいい。いや、これちょっと、これだけではちょっと、きついんで、まあ、足して、歌詞にして。そしてね、ちょっとね、一括に行くというかね。はい、ということで、やらせていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、本日は秋葉やかバンドここまでになります。皆さんどうもありがとうございました。イエーイ！イエーイ！どう好きになることもあるんだ。